荒瀬ダム。荒瀬ダムは、かつて、熊本県八代市坂本町破木荒瀬、一級河川、熊川、水系熊川に存在したダムである。2018年3月に撤去作業を完了した。終戦後の電力供給不足の中、電力安定供給の観点から、熊川総合開発計画に基づき計画、建設された。1953年。 昭和28年着工、1955年、昭和30年竣工。包み高25メートルの重力式、コンクリートダムで、水力発電を目的に建設された。発電目的としては、県内で最も古いダムであった。下流約700メートルには、熊本県営、藤本発電所があり、発電量は、年間約7、400万キロワット時で、 一億円の収益を上げていた。2010年からのダム本体撤去が決定しており、撤去に向けた広報、環境対策などの検討が、荒瀬ダム対策検討委員会にて進められてきた。2008年6月、県知事から一転して、存続の方針が打ち出されたが、2010年2月に再度撤去の方針が表明された。地域おこしの一環として、 想定場が整備され、日本想定協会公認コースとなった。国民体育大会の会場ともなった。また、1993年に、旧建設省が、魚が登りやすい川づくり推進モデル河川として、玉川を指定したことにより、1999年に、観察室を併設する漁道が整備された。公共事業見直しの流れ。 田中康夫元長野県知事の脱ダム宣言、また、熊川、水系川辺川に計画中の川辺川ダム建設問題の高まる中、2003年3月31日に水利健康審の時期を迎えた。周辺住民は、以前から放水による振動被害やダムによって、洪水被害が拡大したのではないかと、不信感を抱いており、 旧坂本村内では撤去への要望が高まっていた。2002年に村議会はダム撤去を求める請願を熊本県に提出した。これを受け、熊本県では九州電力との電力需給契約や発電施設の更新時期、また費用負担等を考え7年間に限って推理権を更新し、2010年春から2015年春までの5年間で、 撤去することとした。掃除業費は47億円の予定である。撤去は、おおむね好意的に受け止められている一方で、下流域からは撤去の際の土砂の除去方法に対する不安や滑水時に農業用水を供給した前例があることから、滑水時に対する不安の声も聞かれていた。県は、河川環境に配慮したダム管理対策。 環境対策及びダムの撤去候補等について検討を行うため2003年6月、学識経験者、河川、土木、環境、河川管理者、地元自治体、関係団体、漁業協同組合、土地改良区、地元住民代表等で構成される荒瀬ダム対策検討委員会を設置。また、この委員会の中に技術面を中心にダム撤去候補等について 専門的に検討するダム撤去工法専門部会を設け、2003年7月から2007年11月までの期間に計19回の会議を開催し、慎重な検討を続けてきた。日本国内における初めての本格的なダム撤去事例となるため、撤去工法、環境対策など様々な面から注目されている。ところが、2008年6月4日、 塩谷義古前知事に代わって就任した川島育夫知事は一転してダム撤去を凍結する方針を明らかにした。ダムの撤去費用とそれに伴う周辺整備費用が当初予想の60億円を超え100億円に達する可能性があることやダムを撤去しないならば発電設備更新も含めて60億円程度で回収でき、発電で 毎年1から1.5億円程度の純利益があることから30億円を記載しても十分消却できることなどを理由として挙げている。これに対し地元市民グループなどから強い反発の声が出された。2008年11月27日にアラセダム撤去方針撤回が正式に表明された。しかし2010年1月になり3月末で執行する。 水利券の更新手続きが期限内に間に合わないことを国土交通省から指摘される。また、水利券の更新に必要な地元漁協など関係者の同意を得られる見込みがないことから、水利券の更新をすることは事実上不可能となった。このため、2010年2月3日、ダムを撤去する方針を再度表明し、2012年度から撤去を始めることが決まった。 2010年3月末で発電を停止し、水門を開放した。12月に2012年度から6年かけて撤去する計画が策定された。2012年9月1日、撤去工事が開始された。その後は川の水がきれいになり始め、長年ダムに溜まっていた土砂が海に流れたことで、干潟でも生態系の再生が始まった。海類の漁獲量が上昇し、 姿を消していたウナギも取れるようになった。水量の増加により、ミオスジと呼ばれる水深が深い川の本流が約60年ぶりに復活したため、2016年夏には流域住民による灯籠流しが行われた。カゲロウ、カワゲラといった水生昆虫などの生息数も回復。ダムに近い支流との合流点で、熊本県が川底の生物を調査したところ、 2014年度は69種類とダムがあった10年前に比べほぼ7倍に増えた。2018年3月20日、展望台の整備が終了し、ダム撤去工事が完了。同年3月27日、記念式典が取り行われた。旧坂本村では、1993年から1997年まで、ドゥープ,プロジェクト、 坂本村若者定住促進等緊急プログラムを実施した国の過疎地域活性化事業緑のふるさとふれあいプロジェクトの指定を受けたもので坂本ローイングプロジェクトはその一環である1990年から熊本大学教授や村の有識者などによる検討が行われて想定上を書くとして荒瀬ダム周辺の整備を行った楽しく ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。